ダブルセンターになっております。よろしくお願いします。タコさんありがとうございます。いいね、ありがとうございます。止まらんな、ごめんなさい。とステップ、今日はいつもテンション高い。そうそうそう、なっちゃんありがとうございます。今日はテンション高いの本当？何かあったかな。今日社会のテストで50点取ったからかな。にゃーありがとうございます。ね、社会のテストで50点取ったからいいのかも。だるまありがとうございます。違うの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 、聞いて聞いて聞いて。だるまありがとうございます。黄色のハートありがとうございます。いつも高いけど。いた。キラのタカさんありがとうございます。50点満点、うん、100点満点中。50点。違うの、そのテストはなんかあの今週中にやるっていうのはやれてたんだけど、今日昨日やったんですけど、そのテスト昨日やるってことは言われてなくて、今週中のどっかにやるって言われてたんですよ。だからもう社会の勉強何もしてなくて、昨日は理科、英語、社会だから3個小テストがあったんですよ。で理科と英語は結構頑張って勉強したんですけど、社会は本当に知らなくて、何一つも何も手もつけてなくて、だから急にやるって言われてびっくりして、それでなんかこう、でも先生はなんかもう始めるよって言ったから、でもなんかクラスの頭いい子が先生10分だけ勉強する時間をくださいって言ってて、それでなんか10分の間にじゃあ覚えてねって言われて、そうだからもうは気づいたんです。なんか学校で10分じーって見て覚えた方がいいのかも。そう別に決して50点満点中50点とかでもないんですけど、ちょっと時間経つと忘れちゃうから、そう10分で何ができるんだ、歴史のとこやりました。何を答えれたと思う。もうね、なんと合ってたところ全部記号問題。全部あからおから選びなさいってやつです。すべてあとは何も専門的に答えるやつ、半分記号問題半分普通に言葉だったんですけど、記号問題だけ見事に全部あったの、すごくない？そう、気まぐれのやつもあるけど違うやつもあるよ、ちゃんと広島の場所はどこでしょう、あここそう、運がいいじゃん、ちゃんと分かってるって。記号問題で答えました。すごいけどすごいって言いたくない。なんで もうたんですけ、ありがとうございます。おはようです。おはようです。おはようです。あとね、そのありがとうありがとうってやってるじゃん、学校でもありがとうありがとうってずっとやってたら、なんか最近お友達までやりだして、なんかももがももと仲いいお友達まで、なんか急に今日お友達が、そうシャーペン貸してって言われたから、あいいよって言ったの、急にお友達がありがとうありがとうってやりだしたの、びっくりしちゃった。そうももがね流行らしたから、そうびっくりした、本当にびっくりした。それでなんでそれやってんのって言ったら、もうももちゃんがずっとやってたから映ったって。
ずっとやってたからなんか頭に入っちゃったみたいで、友達もやってた。ありがとうありがとうって敬愛とかさんありがとうございます。そうなんで、ありがとうありがとうは、いや学校で入りました。学校って言ってももの仲いいお友達だけだけどそう、あとねあれもやってくれるよ、あのほんかごめんみたいなごめんなさいのステップもやってくれたよそう、それだけもが学校でいろんなことをやってるということです学校でずっとありがとうありがとうごめんなさいのステップしかやってないもんそれがお友達もここ見てるじゃん、見てない見てない大丈夫、今もものそのやってくれてた子今塾だから大丈夫今日塾って言ってたもん四つ葉のクローバーありがとうございますそうですモリモリはやってないんですけど、なのでね、学校でもみんなやってくれるので皆さんもお仕事でやってみてくださいね。誰かになんかジュース買ってもらったり、何やるのかな、あと誰かがご飯を買ってくれたりしたらありがとう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 ってやったり、何か失敗しちゃったことがあったらごめんなさいよりすいませんの方がちょっと大人っぽいよね、すいませんでしたってやるといいんだよ。だから皆さんもお仕事でやってみてください。ハトありがとうございます。ぜひやってみてください。やりました、お素晴らしい初見さん SK48 GMS の14歳の平野ものです、よろしくお願いします。聞いてくれてありがとうございます。ただいまだっておほこり中学生と一緒にしないね、なんでなんで、同じ人間じゃんたぶん一緒やる機会がない、なんで何してるんですかって言われるよ、モータンがやってたやつですって言っといてタカさんありがとうございます。モータンが責任取ってくれるならどう責任取るの、それは人間やけどパパがやってたらどう思う、ああすごいって感じ、さすが平野家って感じじゃあ逆におじさんの行動をモータンできる、例えば例えば3日前の誕生日だったって、おお誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、お名前呼べないですごめんなさいハッピーバースデートゥーユー、3日遅れましたがお誕生日おめでとうございます。やばい人って思われる、おうほう、椅子から立ち上がるときよっこいしょ1、よっこいしょ、別にそれぐらいできるよここでごめんなさいのステップつかない、ここ今年お誕生日です、いやそうだみんなそうでも今年じゃない方もいるから、1月とか3月とかだったら、1月とか3月とか2月とか12月、違うコココココン、マリゲーコのコーン、ありがとうございます。月食見た、うっすら、うっすら、ほんとにうっすらぐらいうっすら見えるかなって感じでした。キレイタカさんありがとうございます、後ろ向いてた、ありがとうございます、穴開いてるのバレちゃう
あとは昨日はキャさんの卒業公演見に行ってきました。なんか本当は修学旅行で今日25日から27日、本当は今日帰ってくる予定だったので、キャさんの卒業公演はもうまるまる見れないと思ってたんですけど、しかも劇場まで見に行ったので公演までちゃんとキャさんの最後のステージを生で見れて嬉しかったです。ハートありがとうございます。たくさんたくさんありがとうございます。誰と見に行った？みはる。みはると見に行った。ハートありがとうございます。そう、ももはふーちゃんのお手紙から泣いてました。結構早いね。なんか一回16シンパシーで泣きそうになって、それでそこで泣かなかったんですけど、ふーちゃんのお手紙で泣きました。そう、しかもなんかお手紙の内容だけでも感動したんですけど、別の意味でなんかふーちゃんがずっと裏で絶対ふさん泣かない絶対ふさん泣かない絶対泣かないってずっと言ってたから、なんか泣かなかったから余計なんか感動した。そう、でハートの独占権は可愛いなって思って泣いてなくて、今の私ダメなんだって泣いて今の私ダメなんだ泣いて、その次のなんだっけ、テテ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 テ、なんだっけ、題名わかんない、なんかその曲で泣いて、それでお手紙で泣いて、スピーチで泣いて、未来が目にしみて泣いて、それで終わってからお見送りの時に一回ティッシュで涙拭いて、それでみんながファンの方が出てってから集合写真撮ってる時にキャさんの顔見てまた泣いて、それで一回また楽屋に戻って、それでそれで次なんか同期で写真撮るよって時にキャさんと一緒にツーショット撮ったんですけど、その時また泣いて。そんな感じです。なんで昨日の夜はずっと泣いていたので、今日の朝起きたら目が一重になってたの。そう、昨日泣きすぎてめちゃめちゃ本人のより泣いちゃったかな、めっちゃめっちゃ目腫れちゃったの。そう、なんかもう一重でなんかびっくりしたもん。鏡見た時誰か分かんなかったもん、あれもも？と思って。そう、今は治ったんですけど、ほらでしょ、ほらでしょ。そう、みんなに写真撮ってないし。いつも一人じゃなかった、いつもなんか奥舞台みたいな感じ。そう、もう本当になんか一重すぎて逆に二重の線入りそうなぐらい目腫れてたんですけど、朝クク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 クってずっとしてたら治った。あと学校でもずっとクク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 ってずっとしてたら治った。学校に行った時点でもう治ってたんですけど、もし万が一戻ってしまっては危ないと思って、学校でもずっと授業中にクク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 ってやってた。ということで、じゃん、742日ありがとうございます。今日の夜ご飯はそぼろ丼でした。夜ご飯じゃない、間違えました。今日の今学校がお弁当なんですけど、今週だけで、お弁当の中身はそぼろ丼でした。そぼろ丼とおかずとぶどうとゼリー。グラタンとポテトと味噌カツでした。美味しかったです。そう、卵とひき肉のやつ美味しかったです。明日でお弁当の期間が終わってしまうと思うと寂しいですが、美味しかったです。
何ゼリー、フルーツゼリー。742日ありがとうございます。そうゼリーインク、そういいらしいよ。みんな持ってきて。ラーメン餃子いいね。夜ご飯食らったんですか。おお奇遇ですね。みんな見てましたか、昨日今朝の卒業公演。今日はもうちょっとだけ今朝の卒業公演のこと話したい。そうなんかみんなに涙で曇るから泣いちゃダメだよってみんなに言っといて、そうももが泣いて途中でハンカチを持ってくのを忘れてハンカチを持ってくのを忘れちゃって、それでマスクがべちゃべちゃになった。そうそうなんです。めちゃめちゃ感動しました。どうやって拭いたの服。じゃあ知らん。ずっと見てました、そこのファンの方の立ち見席の横のところで、あそこあるじゃん、こうやってこうやってステージがあったら、ここが客席、ここがファンの方の立ち見のところ、そのこっちで見てました。メンバーでいっちゃうの分かんないけど、すごいなんか修学旅行を延期になっちゃって悲しいと思ってたんですけど、なんか毎日アイドルも修学旅行とが延期になったことで2年迎えれたし、まだまだ毎日アイドル続け10月までは続けれるようになったし、キャさんの卒業公演見れたし、修学旅行延期になって良かったような悪いようなって感じで。何が一番感動しましたか。今の私じゃダメなんだ。あとみっちゃんのお手紙。それなんかみっちゃんは旧期でなんか同期だから、先輩のお手紙とは、先輩のお手紙もすごい感動したんですけど、先輩のお手紙とかはまたなんか違った、なんか何共感できることがたくさんあって。そう聞いてて、あそんなこともあったなって思いながら聞いてました。そう、あ青賀のキャさんとみっちゃんと青海さんがみんなで3人でまとめてくれてた時だなとか。そう同期だからなんかそう共感できることがたくさんあって、あの時のあれだな、ああ青川のあれ、あ鉄菜のあれ。鉄菜しないか。なんかいろいろありました。ムタンの鳴き声が聞こえました。それは嘘でしょ。キロハトありがとうございます。そう今でも泣ける、今泣くとまた明日の朝目腫れちゃう。キャさんが引っ張るってなかなか新鮮。そうその時言ってたの、なんかちょうどなんか急に青がで、キャさんとみっちゃんと青海さんがなんか引っ張ってみたいなこと言われてて、キャさんが私って言ってたのめっちゃ覚えて。そう、それでなんかマネージャーさんに私ですかって聞いてたのめっちゃ覚えてる。そう、桃たちがキャッキャッってめっちゃ覚えてる。どうもありがとうございます。本当にもうめっちゃなんか印象深すぎる、なんかめっちゃ印象的っていうの、なんかキラハートありがとうございます。言いそうでしょ言ってたの。
あとはあの写真を撮り終わって終わった時になんか須田さんが来てくれて、あのキャノンティーに寂しかった可愛かったよなんか頑張ってねみたいな伝えてきなって言ってくれて、またそこで泣きましたなんか一回引いて一回泣いてなんか何回も泣いたそうなんかずっと泣いたわけじゃなくて一回引いて一回また泣いてみたいな、そういうのが多かったです昨日は。そうこんな感じです伝わりましたか？何回泣いたか分かんない分かんないけど分かんない。リピート繰り返す。もう確かかってありがとうございます。でもね、あと5月いっぱいだもん。だから5月って31日まででしょ。あれ5月、あ、待って前聞いたよね。30日まで、あと3日4日はあるので、 SK48 として見れるキャさんは31まである。あ、31まで、なのであと4日ある。しゃごにじゃないか、できないかそう、なので4日は SK としてのキャさんが見れるので、それまで見ます見ますシャドウにしたらゼロになっちゃうね、忘れてくださいとにかくそう、なんか同期の卒業公演が初めてだったから余計だった。9期生はなんか何人か卒業しちゃったメンバーもいるんですけど、みんな卒業公演をしずに卒業しちゃったんですよ。そう、もうこの時になったら卒業しますって、もう卒業公演も何もせずにあの卒業していっちゃったメンバーが多いので、初めてだったから余計だったかも。お願いします。確かに、でしょ、そうでしょっていうのもあるけどそうなんですよ。そうキャさんとはどこに行きましたか。どこに行きました。どこに行きました。ご飯食べに行ったり、あ、もう具体的に言いますと、まあ、場所を普通に言うと、あの大須に行ったり、チーズドッグ食べに行ったり、いちご飴食べに行ったりチーズナン食べに行ったり、あとは原宿でうんこアイス食べに行ったり、あ、はい、行っちゃったうまるまるってうんこって言っちゃった、そう食べに行ったりすいません間違った言っちゃった、ごめん食べてばっかり、そうすいませんでしたすいませんでした、本当にごめんなさい。うーまるまるのアイスを食べに行って、その時はももがうーまるまるのアイスを食べたくて、で、そうキャさんにここ行きたいから行こうって言ってキャさんもついてきてくれて、その時にモモだけ買ってたの最初。キャさんが私はちょっといいかなって言ってて、そうでモモが買ってたら買ってお会計してあの商品が出てきたの。そしたらやっぱキャも食べたいかもって言い出してそうやっぱキャも食べたくなってきたとか言って、結局2人でうまいまま食べましたはい、こんな感じです最初はもう買ってたんですけど美味しそうに見えたみたいで2人で買いましたそうですタジャンとはあのお出かけっていうか、ほとんどなんかご飯を食べに一緒にお出かけに行ったことが多いですそう、あとはホテルで一緒にあのホテルの宅配でピザを頼んだりそうホテルのあの宅配みたいなのがあって、そこでピザ頼んで食べたり、あとあの
ベッドで騒いだり、あとタさんの部屋のベッドでチーク菓子を作って、そのチーク菓子をお母さんの布団なのに思いっきりこぼして小学生だったかな、まだその時小学生か中1入ったばっかりだったんですけど、その時にあの思いっきり黄色い液体をチーク菓子をねキャさんのベッドにもかかわらず堂々とこぼしてしまってそうめちゃめちゃドライヤーで必死に乾かした水で拭き取って、そうそうですよ、モータンだけが、そう違うの、モータンだけがあの作ったわけじゃないんですけど、キャさんも一緒に作ってくれてたんですけど、こぼしたのはモータンですそうベッド作っててこぼしました、ごめんなさいそんなこともありましたそうそんなこともありました、こんな感じです、ずいぶんお世話になりましたかなりお世話になりました、本当にお世話になりましたあとキャサのお父さんにも会ったことありますそうなんか東京で一回ご挨拶したんですそうなんかお母さんがお父さんとちょっとあのももと遊びに行くときにお父さんとちょっと会うねみたいな言ってたからそうでじゃあもも待ってるねって言ったら、いや一緒に来てって言われたから、あのお父さんにご挨拶しました、なんかいつもお世話になっておりますって言われたそうこっちの方がお世話になってるのに、そういつもお世話になってますって言うとから、あどうもどうもってそうそうですパパにも会ったことあります、お父さんそうなんですよ実は実は会ったことあるんですそうこんな感じですねこんな感じですね、言えば言うほどいろいろありますが、レッスン上でアンダーの前に一緒に練習したり、アオガの前に一緒に練習したり、手綱で一緒に練習したり、いろいろあります、って感じですこちらこそって言わないとやっぱそうだよねどうもペコリでした、そう気がない感じですレイボの話ありがとうございます、そうなんかあの感動的な思い出っていうより、なんかモーが失敗しちゃったこととか、なんかそうクスって笑える話ばっかです、なんかそうそうあちょこちょい、なんかおちょこちょいなことばっかしてましたって感じですって感じです、分かっていただけましたでしょうかな感じでした、ハトありがとうございます、あはは、だってこんな感じですこんな感じですこんな感じです子供同士みたいなモータンがうちょこちょいなのよくわかる、あ、モーモーの方、うん、うんうんうん、そこでありがとうよろしくありがとうありがとう、はい、ありがとう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 ちょっと進化しました、それでは今度こそテロップでします最年長と最年少でもそうです、だからキャさんが卒業したらこのふーちゃんが最年少になっちゃう、ちょちょ最年少にはなんない、違う間違えたポン違う間違えた、最年長、今度ふーちゃんが最年長になる、そうふーちゃんが最年長でもが最年少になりますあれゆみ最年長、違う間違えた間違えた、あれゆみ最年少だって違う、間違えました、すいませんこんな感じです、何個離れてますか、
ぐらいかな。レイモンの星ありがとうございます。最年少感あるか。間違えた、はい、間違えた、はいはい。同い年しちゃう。うん、違う。違うけど同い年みたいに話を合わせて話してくれます。モータンこんばんは、来てくれてありがとうございます。救済さかな。うん、だモーがこ今年15歳になる年だからです。そう、14歳から24歳までいるんですけど、大体あの9期生は全部の年に大体いるんですけど、あのちょうど今高校2年生の年だけいないの。そう、あとは全部全員います。14、15、17、18、19、20、21、あ、21もいない。そう、みんな大体います。今年20歳の年齢の9期生が多いです。でもそう、今年20歳の子が多分5人ぐらいかな、5人4人けど、あみさん、なんやん、みっちゃん4人いる。だからそう、須田さんとは15個差ですね。それぐらいだね。だるまありがとうございます。あべたまがつむらしきみたいなやつありがとうございます。レモンの足ありがとうございます。じゃあ私21歳枠に入ります。こんにちは、よろしくお願いします。去年の20歳も多かっただよね。そうそうそう、思った。でもう言ってあるから、そう、9期生にもうずっと前から言ってあるんですよ。もうが20歳になったらみんな20歳だから、もうが20歳になったらまた9期生のLINE で集まろうって LINE するねってみんなにもうずっと言ってあるんですよ。もうが20歳になったらもうみんな20歳超えてるじゃん、絶対に。もういくら何をしても何をどう頑張ってもモモよりね年下の9期生が絶対に出てこないから、そうモモが20歳になったらみんなで集まろうって全然言ってあるんです、みんなに。黄色のなっちゃんありがとうございます。だるまありがとうございます。そう、ライオン18歳、違うよ、20歳だよ。そう、でも行ったあと5年しかないか。最年少フさんですね。違う、間違えた。違えた。モモタンが20歳の時でも割とすぐよ。5年ってさ、だってさ、だって5年ってさ、小学校のちょっとした、あ、割と長いかな。でもなんかだってもうモモも今気分的にはまだ1年とか1年半ぐらいの気分なんですけど、もう9期生だって3年目とかに入っちゃった頃、案外やってるもんなんですよ。そう。テロップに、そう、テロップにだるまさんが転んでやりますって出そうと思ったんですけど、なんかお話止まらなくなっちゃったんで今日は中止します。そう、だるまさん転んでをしようと思ったんですけど、喋ると止まらなくなっちゃったので今日はもうこのまま喋って歌います。キライハートありがとうございます。コン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 、トリゲーコのアンコンありがとうございます。また今度やりますね。すいません、お話ししすぎました、失礼しました。キョさんのことと元気のこと話したら終わっちゃった。そう、それだけ止まらないほど思い出があるんです。いいこと言った。
平野さん喋りすぎ問題すいませんでしたすいません本当にすいませんレイボの話ありがとうございます。ということでおたたえます。モーダン配信あるあるなこともある。いいこと言った。ありがとう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 そう、あとあの9期生のことにもお母さんのことにも関係ないんですけど、今日劇場に行ったらゆうかたんさんがいて、それでももが劇場に行った本当に瞬間にゆうかたんさんに会って、もう行った瞬間にゆうかたんさんが今日須田さんハーフツインしてるからちょっと来てってすぐ連れてってくれたんですよそう、ももが須田さんのことを見る前にもう今日ハーフツインしてるんだよって全部教えてくれてそう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 、いきなりおはようございますって言ったらおはよう今日ねってそうめちゃめちゃそうすぐ教えてくれました。そう、それでもう恥ずかしくて須田さんのところに行けないことが多いんですけど、もうゆうかたんさんがすぐ連れてってくれましたすぐ連れてってくれました。ありがとうございましたそれでは音を歌いますそうです、須田会は卒業しても須田会です須田会で卒業した先輩も須田会の LINE にはずっと須田会ですずっといますそれでは歌っていまーす。あーあー失礼しました失礼しましたすいませんでした。ごめん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 すいません。もう一回いきますもう一回いきます。ねえ止まっちゃう今日、あれ今日止まっちゃう日、ごめん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 、もう一回行かせてもらいます、ごめんなさい。止まった、ちょっと待ってね、一回落ち着きます、ちょっと待って。来た来た、今日はあの歌何にしようかなって決めた時にこの曲が歌いたくなったんでこの曲にします。聴いてください、ググタスの空。あーあああI'm not afraid to die.
ということで、まだ時間があるのでもう一曲歌います。あった。で、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ミラーボールたくさんありがとうございます。音符ありがとうございます。レインボーの星ありがとうございます。それでは最後の曲は、さっきツイッターを見たらファンの方がリクエストしてくれてた曲があるので、それを歌います。さっきっていうか、まあ1時間15分前ぐらいということで聞いてください。平野モナで 100m コンビニ。あー、OK。知りません。なんか言ったんだろうね。
ちょっとうるさかった、すいませんでした。すいません、本当にすいません。それな、それな。それではランキングをやりたいと思います。わかるかーい。モータンシアターの女神コーデ好きなの。はい、出てみたい。ということでランキングなし13位の猫ちゃんが一番にギター弾いてる方の方、ありがとうございます。コンビニが近くにないですね、モーの場合は。100メートル先のコンビニってどれぐらいなんだろうね。100メートルってどれぐらい、どこぐらいなんだろう。例えばなんかいい例えない。体育館ぐらい。ランキング落ちた。じゃあもう一回見ます。それではいきます。12ででんのふいちゃんのアバターの方、ありがとうございます。あ、50メートル走が2回か。あ、でも割と近い。100メートル先にコンビニなんてない。車で行かなきゃないや。12の丸々の下に豚さんが待っちゃった。豚の方、ありがとうございます。11のなんの麻雀のパイの豚の方、ありがとうございます。とんなんなんとかね。11位の方、ありがとうございます。10位の丸太のおばたの方、ありがとうございます。そう、都会の憧れなんです。なんか、あー、じゃあ今からコンビニ行ってくるねって歩いてコンビニに行くの憧れ。桃のもうわざわざ、はい、よいしょ、車乗って、はい、シートベルトしてって行かないといけないもん。軽くフラフラって行けるのね、憧れ。9位の丸太のおばたの方、ありがとうございます。さけさん、SK ホテルとチームSの陣王さんより平野ものです。聞いてくれてありがとうございます。8位のぼーって炎で燃えてるおばたの方、ありがとうございます。あ、怒ってる。まあまあまあ、ありがとうございます。ラッキー7の綺麗なお着物の女の子のおばたの方、ありがとうございます。行けるようになったらいいね。自転車で行けるけどちょっと遠い。6位の生まれたのぶたの方、ありがとうございます。相模まで2分だって。いいな、そんな近くにお店あるの。5位の生まれたのぶたの方、ありがとうございます。ももが5分歩いたらどこに行くかって。5分歩いても3分歩いても5分歩いても10分歩いても田んぼです。4位のマルタのおばたの方、ありがとうございます。3位のマルタのおばたの方、ありがとうございます。そうですよ、田んぼですよ。2位のここで一発のおばたの方、ありがとうございます。ドンキあるよ、だって超都会じゃん。それではまーす。ピンポンパンポーン、チャカチャカチャカチャン。キャナチはの生まれたのおばたの方、ありがとうございます。予想以上になかだから言ってんじゃん。それではいきます。せーの、 LOVE の生まれたのおばたの方、ありがとうございます。まあ、ドンキ増えすぎ問題だって。いいじゃん、もうドンキ好きだよ。劇場の近くにある。いろんなもの売ってるよね。それではいきます。
あのこれはね取り外しできるやつなんで、あのちょっと足がただし危ないとだいぶ浮いちゃいましたね。こうやってこうやって押さえればいけるんですけど、足がだいぶ浮きましたかなり浮きました。ちょっと頑張って押さえて、ちょっと後ろの針金でちょっと、これで押さえればいいな首の中何新聞紙詰め込んだ知らなかった。なんかあんまり揺らしたくなかったからめちゃめちゃ揺れるんだけど違うの、ももは本当は首をなんか壊れやすいから首を揺らしたくなかったの。でもなんか首を揺らしたくないから先生新聞紙詰めたらいいよって言われたから新聞紙をめちゃめちゃ詰めたんですけど、めちゃめちゃ揺れるほらめっちゃ揺れる。本当に揺らしたくなかった、もう固定にしたかったの。びっくりそう揺れるごめんなさい今日ちょっと尺だ豆あの尺たまにね忘れてて尺がない時があるんですけど、今日ちょっと尺長めでした。以上です、ありがとうございましたグラングラン、ね、だよね。あ、4分も余った。あ、じゃあ今から歌いけるなんてピノキオ軍なら短いから歌えるマノセス星なら短いよね確か上のひよこ頑張って頑張ってしがみつかなきゃチラチラスクショタイム、はい。それではいきます。まなざしさんなら2分ちょいぐらいいけるそれではじゃあスクリーンショットタイムいきます。あ、今流行りのハートこう、あ、こう、やっぱ遠近法が必要だ。今日の遠近法は誰にしようかな。ちょっと一番後ろでかわいそうだからマリオ遠近法を使わせていただきます。あ、ももちゃん小顔以上、延期効果でした。ありがとうね。はい。こんな感じですか、今日。うん、まるまるの使い方間違ってます。何ですか使い方自由ですよ。そうだよね。ほら、返事してる。はい、ということで、今日の台本は、までやります。まあ大好です。ぜひ対戦よろしくお願いします。ということで、はじまゲストもありがとうございます。6480人の方見てくれてありがとうございました。明日の配信はまたご連絡します。ピッポッパップルルルルなんてモバイルメールで言います。それでは二人したいと思います。左手出して右手出して、せーの、二人ありがとうございました。バイバーイありがとうございました。バイバーイ。